まあ、背広で始めたんですけども、販売、板金、レッカーサービス、まあ、とうとうレンタカー業務までですね、今はもう幅広く、全てにおいて、網羅できるように、やっております。その中でもですね、うちはもう福祉に今力を入れてやっております。福祉の車両のレンタカー、福祉車両専門の知識を生かしてですね、福祉に携わる施設の方々に、まあ、ご利用いただけるように頑張っております。一般の車両と違ってですね、緊急性を要したりとか、毎日使う車なんで、ここっていう時に僕たちがそばにいるっていうのが、やはり喜ばれる一番じゃないかなと思いますし、お客さんも今までなかったよねっていう声が多く寄せられてますけどね。お客さんのメリットとなるっていうのは、やっぱりその僕だけがやるんじゃなくて、ネットワークを組んで地域を守っていくみたいなことをやっていければなと思っています。地域の福祉施設の方々にご利用いただける、力強いサポーターとして頑張っております。取扱士の面々を揃えて、これからも皆様の力になりますように頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしておきます。